発泡祭を考えよう。どうもお疲れ様です、ゆりです。発泡祭という料理があると思うんですけれども、8つの宝の祭と書いて発泡祭、8種類ほどの多くの食材が使われた料理なんですが、誰がそれを宝と決めたんだ、先人たちよ、もう時代は令和になっているんだ、ということで新しいスタメンの食材を考えて八宝菜の中身を見直そうという企画をですね、私の大好きな夕闇の皆さんたちがやっておりました。なので私は今日チーム肩としてオリジナルの八宝菜を作っていきたいと思います。それでは作っていきましょう。ファイヤー。このテンションでずっと作れるかめっちゃ心配。それではですね、私の作るオリジナル八宝菜の中身をご紹介していきたいと思うんですが、夕闇さんの企画の中で元々の八宝菜からずっと使われてる食材として、うずらはですね、チーム神チーム神2チームともですね使ってたので、私も採用しました。やっぱ八宝菜といえばうずらの卵がお楽しみかと思うので、これはそのまま入れております。あとですね、夕闇さんの2チームで使われてた食材で、牛タンと鮭とナスのこの3つはですね2チームとも使っていたんですが、ちょっと残念ながらですね、ナスはあんまり私は好きじゃないので却下させていただいて、こちら牛タンと鮭をですね購入いたしました。牛タンがですね、焼肉用のこの薄切りの牛タンしか売ってなかったので、こちらを買いました。あと鮭は多分1チーム目がお刺身用の鮭かなを使っていたんですけど、私はよくこの焼き鮭用の鮭を買うんですが、なんか3匹とか4匹入ってて、なんだろう、焼き魚として食べるのに飽きちゃうなと思ってたので、この八宝菜に入れることを機に焼き鮭の新しい可能性を発見できたらなというふうに思っております。これで今3種類でしょ、で8種類分の食材を買ってきたんですけど、4つ目がキノコ部門としてですね、1チームエリンギを使ってたんですが、私はこのえのきを入れようと思っております。なんか食感がシャキシャキするのでいいかなと思ってこちらを買いました。あとですね、メインのお野菜、八宝菜といえば白菜だと思うんですけど、なんか中華なのでチンゲン菜もいいなと思ってチンゲン菜を買ってみました。そして夕闇さんでは入れてなかったんですけれども、人参は八宝菜で結構使われているのかなと思っていて、色が鮮やかになるかなと思って、よく見たら鮭と被ってますが、こちらの人参も入れていきたいと思います。 1,2,3,4,5,6 今6種類紹介してあと2種類なんですが、ここからはですね、八宝菜とはちょっと思えないような食材、オリジナル感を出す食材を入れたいなと思っており、私の好きなものとしてかぼちゃとですね銀杏を買ってみました。かぼちゃはその色味面でもとってもいいなと思ったのと、銀杏はなんかこうビジュアルがうずらにちょっと近しいものがあって、コロコロしたものが入ってるのはいいかなと思うんですが、なかなかこの子は味が強いので、どんな化学反応になるのか
楽しみにしております。はい、それでは調理していきたいと思います。まずですね、あの下ごしらえとして鮭と人参とかぼちゃは電子レンジでちょっと温めてからフライパンの方で調理していこうと思います。いつもね、なんかそのじゃがいもとかもそうなんですけど、煮込んだ時とか煮込む必要がある時とか結構そのままだと時間がかかっちゃうので、私は電子レンジをよく使います。八宝菜のイメージとして、なんだろう、エビとヤングコーンとか八宝菜のイメージにあるなと思うんですけど、色が重要かなと思っていて、エビの代わりはその海鮮っていう意味でも鮭で、赤い感じも鮭で補えて、ヤングコーンって黄色じゃないですか。なんかそれもあってかぼちゃを入れたいなって思ったんですよね。このタン、このままいただきたいところですが、どうやって切ろうか。半分に、このまま入れてもいいかな。いや、炒めます。銀杏のこと忘れてた。ちょっと匂いが強すぎたので銀杏はこのぐらいにしてみたいと思います。こんな感じの八宝菜になりました。ちょっと反省点をお伝えしながら食べていきたいと思います。それではですね、実際に新オリジナル八宝菜食べてみたいと思います。ちょっとどう見てもですね、見た目がやばくってえのきとかぼちゃ、なんかかぼちゃがいい感じに崩れちゃって、えのきとのなんだろう、汚い感がこうすごいくなってしまいました。ちょっとでも味は、味は最高です。あ、なんか牛タンがいいって言ってた理由がわかるかも。なんか歯ごたえがね、すごい美味しい。かぼちゃはやっぱり入れない方がいいですねこれだけ食材がいるからか、交わり合ってないかぼちゃと他の人たちがちょっと銀杏も食べてみます。銀杏はいい感じです。独特な味だけど、ちゃんと周りの野菜たちと仲良くやっていってる銀杏は。かぼちゃはそれができてない。やっぱ元祖八宝菜のすごいところは、ヤングコーンとかなんだろう、エビとか形をそのままにした状態で炒められる、なんて言うんだろう、見た目がいいなって思いました。そのなんか
牛肉と豚肉も豚肉の方が色が薄いから、なんかいろんなお野菜と混ぜた時に綺麗なのはやっぱり元祖八宝菜なのかなと思います。ただオリジナル八宝菜も本当に美味しいです。牛タンとうずらと鮭がいいって言ってたゆうやみさんたちの気持ちがめちゃくちゃよくわかりました。ぜひ皆さんもオリジナル八宝菜を作っていただいて、ゆうやみさんに報告しましょう。それでは本日もありがとうございました。もしこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。